新潟日報メディアシップから万代指定を望む。レインボータワーは2012年2月に営業を終了した。百舌指定と周辺の地図万代指定は、新潟県新潟市中央区万代地内及び八千代地内に所在する商業地、新潟交通と三井不動産がデベロッパーとして開発を担っており、このうち新潟交通グループが整備した商業施設は、同社総務部が所有及び運営管理を行っている。新潟交通の本社用地を再開発して整備された商業地区である。読み方は万代シティだが、正式な表記は捨て仮名ではなく、並字の指定である。あえて大きい「い」を表記に採用しているのは、百舌指定という固有の単語を作ることによって、街のイメージを市民に定着させようという意図によるもので、新潟交通グループの路線バスの行き先表示なども、これに倣っている。明確な区域の設定はされていないが、百舌1丁目から、西側の八千代 1.2 丁目東側にかけた地区に商業施設が集中している。なお、新潟駅、百舌口周辺から万代指定にかけての地区は、新潟市ポイ捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例に基づいて、路上喫煙制限地区に指定されている。百舌指定周辺の喫煙所は、バスセンター11番線横に設けられていたが2019年1月付で廃止された。百舌指定の商業施設群。左から順にシルバーホテルビル、新潟伊勢丹、バスセンタービル、ラブラモズ、ラブラ2、シルバーホテルビル。開店前の店が多い朝時間帯に撮影。現在万代指定がある一万代、京都詰一帯の万代橋通り、東港線沿いの新潟支流削上にはかつて、新潟交通の本社をはじめ車庫や、車両整備工場、天然ガス井等があり、同社バス事業の要衝となっていた。1951年2月には、現在の新潟テレコムビルの位置に、新潟交通バスステーションビルが竣工。県内では、初の本格的なバスターミナルだった。バスビルからは主に郊外各方面への路線バスが発着していた。しかしこれら新潟交通の施設群は、まず1950年代後半から、新潟市内の地盤沈下が著しく進行したことにより、天然ガスの採掘が制限されたため、天然ガス関連の施設縮小を余儀なくされた。さらに1964年6月16日に発生した新潟地震では甚大な被害を受けた。特にバス事業においては、車両基地の機能がこの流削上に集中して設けられていたことが原因で、震災後の復旧に時間を要したことから、その機能を郊外に分散して設ける方針が取られることとなり、1960年代後半から近郊の各地に出張所や車庫を整備した上で規模を順次縮小した。また施設そのものも地震で被災したのに加えて老朽化等によって手狭となり、車両の大型化に対応しきれなくなる、等して機能が低下しつつあった。しかし、新潟駅にほど近く、市の元々の中心街である小町との中間点に当たるという恵まれた立地条件もあって、余剰となった車用地の利用法の検討が行われた。1971年7月、新潟交通は、流削上地区の本社用地再開発と新規事業計画の大綱を発表。バスターミナルを中心に商業施設を配置し、それら各ビルの大部分をペデストリアンデッキによって連絡し、歩行者が地上に降りることなく徒歩で移動できるようにして、周辺部の回遊性を高めるという、当時としては画期的なアイデアが盛り込まれた。まず1972年7月オープンのシルバーボールビルを皮切りに、1973年11月には、大栄新潟店と百舌指定バスセンタービルが、1975年には、百舌シルバーホテルビルが営業を開始し、第1期計画の施設群が完成した。1984年の第2期計画ではそれまで、車両整備用の施設や、平面駐車場として供用していた土地でも、施設群の整備が進捗し、新潟伊勢丹、百舌指定第1駐車場ビル、百舌指定第2駐車場ビルが完成した。そして1995年12月には、新潟ジョイポリス、翌1996年10月には、第二駐車場ビルの B 棟が完成し、その1から4階部分を利用したテナント群、モズ指定ビルボードプレイスがオープンして、現在のモズ指定の原型が完成した。モズ指定の有形、レインボータワーは、バスセンタービル内に設けられている。写真左下は2005年に閉店した大栄、新潟店その後大栄は2004年に産業再生機構の支援を受けることとなり、新潟店は同機構等によって策定された店舗再編計画で閉鎖が決定し、2005年11月30日に閉店。代わって三井不動産と系列のららぽーとが大栄の店舗跡を再開発し、2007年3月2日に専門店複合型商業施設ラブラモズとしてオープンした。またシルバーボールビルは老朽化のため、2011年8月31日を最後に営業を全面終了して閉鎖、撤去され、跡地は三井不動産が取得した上で8階建ての商業施設へ改築。ラブラモズと同様の専門店複合型施設と自走式立体駐車場を内包したラブラニとして2013年11月2日にオープンした。モズ指定内に所在する土地、建物の大部分は新潟交通グループが所有しているが、開発開始当初から所有者、管理者ともグループ内の複数の企業にわたって権限が錯綜していたため、運営上の問題が生じていた。このため2004年秋、グループ内で、モズ指定の管理業務を専門的に担ってきた、モズ開発に運営体制を一本化し、この際に各施設の所有者も、同社名義に変更されて合理化が図られた。さらに新潟交通グループでは、モズ指定をグループの中核事業の一つとして、運営体制を強化するため、2012年10月1日付で、モズ開発を新潟交通へ吸収合併し、これ以降、新潟交通グループ所有の施設は、新潟交通の管理下となっている。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の影響で、耐震補強が見直されることになり、その再開発として万代指定全体のリニューアル工事が実施されることが2018年11月8日、新潟交通より公表された。2018年8月下旬からのレインボータワーの解体に始まり、2019年4月からはバスセンタービル、翌年はホテルビル商業フロアとモズ指定へ通り、さらに翌年はバスターミナルの順で改修工事を進め、21年度秋頃の完了を目指す。設計、施工は一括で清水建設が担当している。かつての主な施設、編集モズ指定ビル内、現在はラブラモズとして営業している。老朽化に伴って2008年夏、新潟交通が閉鎖する方針を示したが、テナントのうちヤマハミュージック関東新潟店は立ち退きを拒否して民事訴訟を提訴したため、計画は一時凍結。2011年2月に和解が成立し、全テナントの立ち退きが決定した。最後まで営業していた主なテナントのうち、新潟交通が直営していたボーリング場、新潟交通シルバーボールは2011年6月30日、ヤマハミュージック関東新潟店は8月7日をもって、それぞれ営業を終了した。その後、南西側の隣接地に、5店舗を出店していたマクドナルド、ミスタードーナツ、ケンタッキーフライドチキンは8月28日、シルバーボールビル1階の駐車場も同月31日で営業を終了して全面閉鎖され、建物は撤去された。モズ開発が所有する敷地は2012年5月に三井不動産が取得し、8階建ての商業施設が建設され、2013年10月に竣工。同年11月2日にラブラニとしてオープンした。モズ指定バスセンターの南の一角に建てられた展望塔である。詳しくはレインボータワーを参照 BP2 第2駐車場ビル、新潟伊勢丹、バスセンタービルラブラ万代、シルバーホテルビル間はすべてペデストリアンデッキを介して各ビルの2階部分が連絡している。また、ラブラ万代、テレコムビル間は東港線十字路歩道橋を介して2階部分が連絡している。さらに BP2 と信濃川右岸の安らぎ堤を連絡するデッキの整備が進められ、2010年4月29日に開通。このデッキには一般公募によりモズスカイロードという愛称が付与されている。一部のみ掲載。日通商事以外はすべて24時間営業で365日年中。無給第1と第2はかつて有人対応であったが無人化されたため、すべての駐車場が無人対応となった。日通商事とアクロスは管理事務所あり市営、または民間の無料駐輪場がエリア内各所に整備されている。また、シルバーホテルにて新潟レンタサイクルが取り扱われている。新潟アルタに関するカテゴリー、ありがとうございます。